流れっていうのはちょっと嫌ですよね、嫌な感じですよね。だからこそここは確実に、ね、抑えて、はい、0点に抑えていきたいですよね。今日2番の平野圭一です。ショートゴロが2つ。武田を救いました。本田のファインプレー、3点目を防ぎました。このライナーいいタイミングで飛びつきました本田です。2対0、5回の表を終了しました。バファローズリード。